はい、皆さんこんにちは。今日のハイライトのコーナーです。今日の天気は晴れ、気温33度、水温29度。台風後一発目の海になったんですが、今日はですね、僕とボスは船を下ろす作業ですね、台風対策の解除をしておりました。そしてミクはゲスト様と海へ行ってきたという感じです。今回の台風、何事もなく無事に過ぎ去ってくれました。船もちゃんと海に戻っていったので、明日からはノア号に乗って海に行けそうです。それにしても天気良すぎてめちゃくちゃ暑かったです。一方ミクチームは米原エリアでのダイビング。台風後なので結構水温が下がってるかなと思ったんですが、そこまで下がっていなかったようです。はい、米原といえばこの綺麗なサンゴと茜花鯉と金魚花鯛、そしてデバスズメ鯛の大群です。青い海にオレンジの体がとっても映えますね。浅いところまでたくさんいるので、安全停止中までしっかりと楽しめます。いやー、ほんと今日は僕も海行きたかったですね。めちゃくちゃ気持ちよさそうです。ということで今日はここまで。次回もお楽しみに。はい、チャンネル登録お願いします。